本日もこちらをやっていきたいと思います。桃太郎伝説1から2で、前回微笑みの村、希望の都だ、希望の都で人がいない状態になってましたけれども、あの状態は実は微笑みの村を解放するまであの状態です。解放するにはの柱を倒さなきゃいけません。が正直装備がまあ夜叉姫が全然装備がなってないという、とりあえずここは寝太郎の村なんですけれども、あ、できるわかんざし、寝太郎の村でできた。ここのあれ武器や表具屋に行ってなかったってだけの話か。小袖、まあ一回小袖を買ってから千鳥の小袖に変えてポイントをゲットしましょう。下取りで買った場合前の分に買うことはできませんからね。千鳥足の小袖とは違いますよ。他のメンバーは、あ、旅ができるんだ。もう漢字機はこっから先は必要ないんで、しまったな、これも漢字機先に買っておけばポイントが2回分もらえた。まあいいや、もう浦島スピード990、とりあえずこれで今はみんながどんぐらいでレベルが上がるかだけれども、まあすぐにレベルが上がるようなやつはいない。じゃあ一気に一応一回宿屋に行って、あ、宿屋に行かなくてもこいつがいたわ。ちゃんとこれでも全開してくれますからね。間違えた。んでここはまず村人のいる家を探さないといけません。あしらまことに恐ろしい鬼でな、地獄王の手下の中でも際立って強いらしい。このように解放しない限りは
村人のいる場所を引き当てない限り誰もいません。こう暗くて物騒でかなわんの。入れないよん。こっちだよん。しゃらのやつめ好き勝手に嫁さんを差し出すのはなんてこったい。虫が良すぎるぜ。おう太郎さん、鬼のあちらはわしらに美しい女を今夜までに差し出せと言ってるんです。わしらは何の力もないが娘を差し出すような真似は絶対にしたかねえです。桃太郎さん、お懐かしゅうございます。私です。3年前あなたのおかげで目が覚めたスリの銀次です。あれから両手に石井の後をついて店も繁盛していたものです。ところが鬼のあちらがやってきて都を闇に変えてしまったのです。都は明るさがなければ都としての意味がありません。どうか桃太郎さんに力を貸してください。桃太郎さん、あちら都の長老です。じゃあ皆から聞こえんでおりだろうが、あちらは都の女を嫁に旅立つと言ってきおったのは、どうしたらよいのか毎晩こうしてみんなが集まっておるのじゃが、もはやどんな妙案もつき申した。と酒樽を用意させます。準備に少し時間がかかりますから、しばらくしてからまたおいでください。さん、ちょうど準備ができたところです。すげえなおい。でもあしらはとても強いと聞きます。それでも言ってくださるのですね。さすが桃太郎さん、お礼の言葉もございません。では早速、あしらは都の真ん中の城にいます。くれぐれもお気をつけください。角隠し。花嫁が鬼嫁になるのを防ぐためにこの角隠しで頭をすっぽり覆うというやつですね。うお、なんと美しいお目入り姿だ。これならアシュラ様もお喜びになるだろう。アシュラ様は城のてっぺんにおられる。お目通りを許すが、くれぐれも粗相のないようにな。さあ通れ。私アシュラは待ちくたびれましたよ。私の美しいコレクションがあなたでちょうど1000人目。記念すべき1000人目に選ばれたことを誇りに思ってください。早速その美しい顔を見せていただきましょうか。だがその前に、後ろの酒樽に隠れているものとして隠れている者たち姿を見せなさい。そのような小細工でこのアシュラの目をごまかせると思ったのですか。お前は桃太郎。そういうことですか。このアシュラともあろうものが随分と舐められてしまったものです。すると
当然そこの女もお前たちの仲間が変装してるわけですね。そこの女、顔を上げなさい。殺す前に一目ぐらい顔を見てあげましょう。まあ、お前は、いや、あなたは、夜叉姫様、氷の塔で桃太郎と戦った後、行方不明だったあなたがなぜ？夜叉姫さんともあろうお方が少子なことを笑いを止めるっていう風な感じで笑ってどうすんね。人間のようなクズどもの味方をするとは、地獄王様が今の言葉をお聞きなされたらどれほど嘆き悲しまれることか。夜叉姫様、今ならまだ間に合います。私アシュラと共に今一度人間を支配しましょう。それがあなたの父上地獄王様の地獄王の望みなのです。アシュラは懸命にヤシャ姫を説得した。しかしヤシャ姫はアシュラの言葉を遮るように叫んだ。残念です、ヤシャ姫様。仕方がありません。あなたと戦うことであなたに分かってもらいます。いざ勝負。いいよ。何のためにかけたんだよ。金太郎でさん少しも聞きませんよ、桃太郎さん。よー、結構でけえな。桃太郎伝説外伝ですとアシュラは結構いい味方です。ヤシャ姫さん、昔より弱くなってしまわれたのでは。まあ仲間になってあれヒットポイントを、ヒットポイントというか体力ずいぶん下げられてるからな。両方聞く。それさえ分かりゃもうかけまくる。やさしい様、この程度の者たちに心変わりなされた、心変わりなされたか。さすがに術は使えねえか。まあ一旦に確実に90ダメージは、確実というか
90ダメージをこれで与えられるけれども、まあもちろん回復用の技もちゃんと残しておかなきゃ。少しも効きませんよ桃太郎さん。あんだけダメージを与えてもまだ全然ってところか。こんなか弱いものといって何が楽しいのですか。セリフが変わったってこと。守りかけてもそんなにあれ上がるってわけでもないんだな。いや、シャヒンの様、この程度の者たちに心変わりなされたか。ちなみに桃太郎伝説外伝ですと、ヤシャ姫の分身の技ありますけれども、分身も技を使うことができます。ヤシャ姫様、この程度の者たちに心変わりなされたか。まだ余裕しゃくしゃくのようだな。しかもこっちはダメージ38食らうし。あ、こっちも上がるんだ。で終わる、このふざけたのはどうしてっちゅうねん。なんかくちょっと稲妻じゃねえ、守りの術の長く聞いてほしいよな。一旦やそこらでやるんだったら、もう守りの術やる必要正直ない。こっちはこっちでまだまだ余裕のようだし。
うずしおはもう使わずに、浦島は回復の方に回す。乙姫の技で。まだか。分身攻撃食らってねえよまだ。このアシャラ、命をかけてここでお前たちを倒せ。アシャラの本当の力を受けてみよう。では、力尽きる寸前ってこういうことか。900、150、誰もレベルアップしません。私はもう動けん。早くとどめを刺しなさい。どうした、なぜとどめを刺さない。まさかこの私を許すというのか。私の負けだ、桃太郎さん。このアシュラ、生まれて初めて負けましたよ。しかもあなたは私を許した。これが人間たちの言う愛というものなのですか。いつだったか、私が最も尊敬するエンマ様から聞いたことがある。弱い者を助ける正義の心と、お互いをかばい合う友情と、どんな時でもくじけない勇気と、これらがあなたたちの強さの秘密だったんですね、桃太郎さん。私はこれから地獄に戻って地獄王様を説得してみます。あの方もきっと正義と友情と勇気を分かってくれるはずです。桃太郎さん、あなたと出会えて、あなたと戦えて、私は嬉しい。また会いましょう、桃太郎さん。そう言い残すとアシュラは去っていった。
桃太郎博物館を見ないことには仕事も手につきませんわ。早いとこ見物船や。ここか。いつできたよ。桃太郎さんが初めて開けたつづらね。おや桃太郎さん、桃太郎さん何が入ってるか覚えてますか。おお、桃太郎さんが初めて使った剣ですか。大切に使っておりますな。最初に使ったのは木刀だったような気が。ねえ金太郎さんの腹掛けだ。かっちょ悪ひでおお桃太郎さん、ほらもう一日で300遍も見てしまいましたよ。いやあ桃太郎さん、ここは子供の教育にとてもいいところですわ。おとけんおじいこ全然なんてねえじゃないか。ほいでは、あれ桃太郎さんの中作コマンドでわかるじゃねえ。結局ここにいたって意味ないじゃん。へへ、桃太郎さん、僕は桃太郎さんに初めて懲らしめられた鬼として陳列されました。いやあちょっと照れだな。桃太郎さんが使ってたお布団か。意外とちっちゃいんだね。あーなんとまあ、これが桃太郎さんが座っとった座布団か。すごいね桃太郎さん、僕も大きくなったらこんな家作ってもらえる人になるんだ。頑張るぞ。じゃあとりあえずアシェラを懲らしめたことでここまでにしておきたいと思いますと、ちょっとバッテリーが心配なんで休憩の方を選んでいきたいと思います。それでは失礼します。